はい、こんにちは、トンチャンネルです。はい、今ね、長崎遠征に来ております。ハードオフツアーですね。はい、それでね、ちょっとコンビニセブンイレブンに寄ってコーヒーとコッペパンを買ってきました。ていうかね、お腹すいちゃった。ここはね、どの辺だろうね。もうかなり車で走ってきてます。朝7時に、7時ちょっと過ぎに出発して、今は、ちょうど9時10分ですね。だからね、1時間半ちょっと走ってきて、目的地まではとりあえずあと30分ぐらいで着くんじゃないかなってところですね。で、お店の方は10時からということで、まだ時間の方があるんですけども、その辺でちょっと、一旦休憩入れてからスタートしようかなということです。でね、今回のルートは、一応考えておりますけども、もうかなり殺人的なルートをね、考えております。なので帰りが何時になるかちょっとわからない状況なんでね、無理をせずに行こうかなと思います。これはね、動画の方を実況でライブで配信している、できればね配信するかなというところです。今もちょっとね、ずっと1時間ちょっと喋ってきて疲れてくるんですけど、とりあえずこのまま行きます。これでのんびり走ってきたら神栖店の方に着きました。しかし時間的にまだ9時44分あと15分ぐらいです。なので、ここでのんびりちょっと疲れを癒してまいりますので、ちょっとお待ちください。というか、動画を見てる人はね、次に進むんだけどね。でもね、とりあえずここを入って、中入ってね、いろいろ物色していいのがあったら買ってきますけども、とりあえずここは見るだけですね。はい、はい。今見てきましたけど、すぐ出てきました。昨日行ったところがすごすぎたんでしょうね。全然ダメですね。はい、次行きます。はい、ようやく水戸のハードオフにやってきました。ハードオフ、ここはね、オフハウスと一緒になっている水戸南インター店というところですね。はい、ちょっとね、行ってみます。またいいのがあったら買ってきますんでね、また買ったら、そして後日買い物がやってきます。はい、こんな感じですね。はい、水戸南インター店ね、水戸南インター店、行ってきましたけど、ちょっとね、高い、ここは。これまで行ったところよりも全然です。はい、ということで、次行きましょう。はい、ハードオフの隣にクックファンというね、お店があったので、ちょっと寄ります。お腹空いたんでね、食べていきますよ。空いてるかな、これね。空いてるかが問題だね。はい、とんかつレストランのクックファンというところにやってきました。注文したのは筑波さんもち豚ロースカツ定食です。はい、クックファンというね、とんかつ屋さん、おいしゅうございました。クックファンというね、とんかつレストラン、すっごいおいしかったんですけど、なぜね、時間がなくてもうかっこんで食べました。はい、では次行きます。はい、ようやく到着しました。水戸のちなみ店っていうのかな、これね。はい、ではね、またハードオフ行ってきます。ここね、オフハウスも合体してます。はい、こんな感じ。また何かあったらね、購入してきます。はあ、戻ってきました。水戸のね、ハードオフは高め、
初みたいな。それとね、千葉に来たんで変な値段がつきましたね。ということでね、とりあえずハードオフは水戸はこれで一旦終了で、ちょっと今ブックオフ見つけたんでブックオフ行ってきます。近くのね、ブックオフ見つけたところ来ました。まあ、ここはね、ブックオフなんでね、値段の付け方が少し違うのことを期待していきましょう。ミッド、三輪店っていうのかな、これね。はい、ここです。はい、まあ、ハードオフよりはまだマシかなっていうところですけど、値段の付け方がね、似てますね。ただね、ちょっとね、違うところは、ジャンク的なものがあって、そっちにはね、結構、いろんな種類がありましたけど、たまたま私の欲しいのがなくてね、まあ、ここならハードオフよりはマシかなというところですね。いいものがあったら、まだ、ここは掘り出すんじゃないかという感じでした。ね、6号ひたちなか市毛店というところですね。ここちょっと行ってみます。はい、ひたちなかの市毛店、行ってきましたけど、ここはね、そこそこ良かったですね。ただ私の欲しいものがね、なかったので、まあ、買ってきませんでしたけども、ここはね、値段の付け方も、まあ、良心的なって感じがしますね。他の今まで来てたこの茨城のお店よりは全然マシでございます。ここはね、もう次また来てもいいかなと。タイミングさえあれば必ずなんか掘り出し物が出てきそうな感じですね。はい、では次に行ってみます。はい、ブックオフ水戸吉田店。水戸元吉田店に着きました。ちょっと今日またここに行ってみましょう。まあ水戸は今日ここで最後ですね。水戸元吉田店へも来たんだけど、ここもね、悪くはないんですけど、品物がちょっと少なめだったかなっていう、こんな感じですね。だからね、もうちょっとタイミング良ければここも、まあ、悪くはないんじゃないかなと思います。ただね、見やすかった、それは見やすかったということで、今日は水戸はね、これで終了してまた別の地域に行ってきます。ブックオフ、中間のね、真鍋というところにやってきました。ようやくね、これで、ひたちなかから脱出してね、こっちに来ましたけど、また新しいね、値段の付け方がされているんでしょうか、ちょっと楽しみです。はい、ほとんどゲーム置いてありませんでした。ゲーム機がね、本当にちょっとだけ、中身全然なかったですね。はい、次行きます。今は4時半ですね。はい、ブックオフ、バザーに、スーパーバザーに到着です。このままさっきの道をまっすぐ行くところですね。なので、もう結構広いなこれね。ちょっと見てきます。はい、ここです。はい、ここものすごく広いところでね、もういろんなものがありました。かき氷まで売ってますね。で、今ちょっと荷物は持ってますので、これは後で開封動画にしたいと思います。そういえばライブつけっぱなしだったから早く戻んないといけないんだね。うん、ちょっと早く急ごう。はい、今ガチャガチャのままちょっと動いてますけど、
ブックオフの出店にやってきました。ここでもね、また新しくちょっとここ初めてのことですので、どんなお店かちょっと見ていきたいと思います。またね、いいのがあったら買ってきます。今ね、見てきました。ここもね、たまたまタイミングなくて、よくなくて物がなかったみたいなんだけど、意外に、値段の付け方は良心的だと思うんで、ここもね、機会があったらまた来てもいいと思います。はい、いい感じでしたね。はい、ではね、ちょっと次のハードオフ行ってみます。これで多分最後ですね。はい、ハードオフ牛久店にやってきました。さて、ここもね、ちょっと見てきます。まあいいのがあったらね、買ってきます。よし、はい、ここ牛久のね、ハードオフ、近くにね、牛久のブックオフ両方あるんですけど、これ両方結構いいかもしれないですね。たまたま、なんて言うんだろうな、物がなかったかもしれないですけど、つけてる値段はね、結構良心的な値段つけてますんで、来た時にはね、これ寄った方がいいのかなという感じはしました。まあ、やつがね、来れば必ず何かをゲットするぐらいの、破壊力を秘めている可能性はありますのでね、またちょっとその辺、やつに話してから、来るかどうかを決めたいと思います。さて、じゃあもうそろそろね、もう夜遅くはない、9時、6時なんでね、そろそろ帰らないと夜9時ぐらいになってしまいますので、帰ります。